はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4の DLC 第3弾、ファーハーバー続きやっていこう。サブクエスト、グールの退治終わったから、この人に、キャンプ地のフェラルグールたちを片付けた。物語の英雄の帰還ね。島も腰を抜かしているでしょうね。面倒をかけたから報酬を渡さないと。お礼の200キャップよ。はい、ちゃちゃっともらったが、もっと金を要求するという選択肢がやたら多いな。これ要求してみよう。もうちょっともらう権利があると思うんだが。あと少しなら払えるかしら。はい、もう100キャップ。次はどうするか考えてたんだけど、思いついたわ。誰でも祖父母のことは大好きでしょ。優しくて心が広くて愛情を注いでくれて甘やかしてくれるの。そんな人たちにひどいことなんて絶対に起こってほしくないでしょ。だからジョージおじいさんが亡くなった時は心が粉々になったわ。お気の毒に。お気の毒に。おじいちゃんのことが大好きだったのか。みんな大好きだったわ。でも島にとってはどうでもよかったね。おじいさんはダルトン家に生まれたその瞬間から呪われていたのよ。彼はここから少し北に農場を持ってたわ。土地を耕し、誰にも迷惑をかけず、のどかに暮らしていた。島は彼に追手をよこした。鉄骨を弾き飛ばす爪を持つ、卑劣で巨大な怪物、ホグクローラーを。農場労働者がここへ逃げ帰った時も祖父は勇敢だったわ。一歩も引かず、ショットガンを構え、脅威を寄せつけなかった。背を殻に覆われたあの悪魔をあなたが始末できたら、ダルトン家は盾突く相手を絶対忘れないという大きなメッセージになる。フォグクローラー、まあ、デスクローと似たようなやつなんだな。フォグクローラーに報いを。フォグクローラーに報いを受けさせる。ジョージおじいちゃんのために。そう来なくちゃ。ボグクローラーを始末する。また新しいサブクエストを頼まれちゃったけど、場所はん、ここ、これはオールドロングフェローでしょ。これかで、こちらの方をパワーツールを入手したら報酬の後押しでショットガンももらえれちゃうと。 OK。じゃあ今これ薬物中毒状態が、まだこちらの方にファストトラベル。よし、ここやってきて、このグールは始末したからロングフェローについていかないと。ラッド X 追加しとこう。連邦もね、かなり荒廃している場所だとは思ったけど、こっちはその何倍も荒廃っていうか、人が歩けるようなとこじゃないしな。さあ行こう。トラクター。おーっと、グール一発だ。回収。ほら、結構登ってってるけど、風車がある。霧さえなければ景色もいいのかもしんないけど。ちょっと待って。なんだ、うん、チャイルドオブアトム。また別の魂を破滅に導こうとするの、ご老人。どこのドイツだったかな。そうそう、放射能崇拝のバカ野郎だ。そんな批判には動じないわ。頭がな、ちょっと守られている。弾丸ならどうだ。それも信仰が守ってくれるのか。
ってこの人頭がすだれですらないけど落ち着いて穏便に済まそう。いいか。そうだな、玉の無駄だ。ご老人、その不敬で泥を塗らないでほしいわ。あなたはこれ以上先に進まない方がいいわ。アカディアには蛇が住み着いているの。アトムの意志を陥れる怪物がね。アトムについて教えてほしい。あとその頭部もよし聞こう。アトムについて教えてくれ。教える必要はない。周りを見て、彼の王国を歩くのよ。聖なる霧に覆われ、アトムの子供たちのために用意された土地を。あと、あなたは私たちの家族になってもいいのよ。アトムが認めてくれればね。いや、ちょっとそういう宗教には、宗教臭いものにはあんまり参加したくないが、参加してみるか。よし、加わろう。素晴らしい。ニュークリアスを探すといい。そこでアトムの真意が全てわかる。その腹に付いてるのはなんだ。はい、なんだこれ、損傷の原因。え、なんだそりゃ。おっと、切れちゃった。損傷の原因ってなんか誤訳かなこれ。お、明るい、明るいというか霧が晴れてる。アカディア、さあ到着したぞ。アカディアにはもうずっと見られていた。話をしたいならただ中に入っていけばいい。待ってるはずだ。また助けが必要なら会いに来い。あ、仲間にできる。あのすぐ外に小屋を確保した。装備を整えたり休息を取ったり、泥酔するにはもってこいだ。え、めっちゃいい人じゃん。何か強いのをボトルで持ってくるといい。分け合える量を入れてな。全然いい人じゃん。一緒に来て、いや、ニックがいるから、また後で。ロングフェロー、後でお願いするかもしれない。そうか。だが手を貸すって言ったのは本気だからな。島の森や川で狩りをしたくなったら、俺に言え。霧がまた肺に入りやがる。Where are you, Pilon? OK、ありがとう。さあ、レベルアップ。なんか、いいものはあったかな。あ、これ、これ、これだが、ターミナルもいいけど、ターミナルやんないといけないな。ターミナル OK。早くレベル4の武器モジュールを使えるようになりたい。で、ここにもう家出少女いる？オプションクエスト。あ、小屋ここか。じゃあここでどんどんクラフトして住民をまたかき集めることができちゃうのか。さて、入ってみるか。入った。きっと奥深くにいるんだろうね。これは開けられない。鍵がない。おお、最初にディマ霧の上に出た時思い浮かんだんです。俺こそまさに心に刻むべき比喩だと。あなたは正常かつ理解平和にあふれ。あ、飛ばしちゃった。なんかいろいろぶっ刺さってるが。とぼけるな。若い娘を洗脳しやがって。彼女を連れ帰るために来たんだ。ああ、霞のことですね。ニックっぽい。あなたがどうしてそう思ってるのか理解できます。人生のすべてを投げ打つというのは大胆な行動です。霞はここにいます。あの子は無事です。会いたいというならそうしてくれて構いません。ですがその前に答えてください。霞は人造人間だと思いますか。まともに取り合わないってんならこれ以上お前の質問に答える気はない。お前は一体何者なんだ。その顔と独立した自我を持った人造人間は一人しか知らない。
そしてそいつは鏡の中にしかいない。ニック、そんな、あなたがなぜ。つまらん真似はよせ。何を企んでいるんだ。お前に会ったことなど一度もない。お願いです、チャンスをいただければご説明します。 OK、 話を続けろ。よし、いいだろう、話を続けてくれ。全ては1世紀以上前に始まりました。我々が最初に作られた時です。私たちはプロトタイプでした。独立した思考と判断を持った第一世代の人造人間です。話を続けろ。インスティチュートは我々の脳がどのように人格を形成するかを研究していました。個人の感情と行動を操作できるか。実験に基づき私は自分自身の人格を形成することを許されました。ですがあなたに関しては他者の人格を丸ごと刷り込むことを彼らは試みました。人格の刷り込みが成功するまで実験は続けられました。自分が誰なのか、もしくは何なのかすらわからないまま、あなたが何度も何度も目覚めるのを私は見ました。もうあいつらにそんなことはさせたくない。我々はあいつらが作ったプロトタイプの唯一の生き残りです。私は自分自身をあなたと重ねました。ニック、あなたは私の兄弟でした。あなたがインスティチュートから逃げる手伝いをした、いや一緒に逃げたのです。兄弟なら覚えているはずだ。そこが間違っているのです。これは100年前のこと。当時プロトタイプの人工脳に詰め込める記憶には鍵がありました。おお、たくさんだ。お前とは話し合う必要がありそうだ。だが今じゃない。なるほど、本当に覚えていない。何一つ覚えてないなんてありえるのか。インスティチュートのフェールセーフ、これまでにひどい目に遭わされたことや年を食っているってことがか、それとも頭に入れられる量は多くないって話を信じてるのか。わからない。取扱説明書があるわけじゃないんだ。うん、まあ後で話そう。後で話そう。これは簡単には飲み込めない。ニック、信じてくれなくても構いません。また会うことができただけで嬉しいのです。心の準備ができたらいつでも来てください。さて、霞のことです。なぜ彼女がここにいるか、その理由を心得てもらうことが重要です。先ほども彼女が人造人間だと思いますかと尋ねました。どうか答えていただけますか。いや、あれ、 A の選択肢が人造人間になってるけど、人間でしょう。あの子は人間だ。そして彼女を待っている家族がいる。ですがもし間違っていたら、それが何を意味するか考えてみてください。霞が人造人間ならば彼女に家族はいない。最初からいなかったのです。あの子がどう感じるか考えてみてください。この変化を軽んじる者はここにはいません。彼女は人生の全てが嘘だったという可能性に直面しています。彼女は何者かにアイデンティティを奪い去られ、自身ではないものに仕立て上げられました。会う前にそれを理解してほしい。彼女はここで人造人間として生きるチャンスがあるのです。隠れることなく、他の誰かのふりをすることなく。できればもう一つ質問させてください。あなたは霞のためにここに来ました。しかし他にも理由があるはずです。教えてください。あなたは人造人間なのですか。え、人造人間ではないですが、皮肉を言う。いや、でも目を限界まで細めて鏡を覗くと、まるで別人のように見えることがある残念ですが、そんなことをしても何も変わらないでしょう。自分が人造人間だなんてありえません。そう考えても無理はありませんが、覚えている最初の記憶について教えていただきたい。ん？何？主人公、人造人間説？なんかいろいろ話をしてあげようか。家族と一緒にいたが、200年前ぐらい。妻と一緒にその日の準備をして、息子のショーンの世話をしなければならなかった。それからいろいろなことが起こった。それ以前の記憶はありませんか？子供の頃は。最初にできた親友は。最初のキスは。よくある兆候ですね。データの転送は簡単ですが、感情は。
他者の心に感情を映し込むのは難しい。記憶がまるで全くの別の現実のように感じるのは変じゃありませんか。人も場所も音や色さえも変えられる。あるいは誰かが記憶を書き換えたのかもしれません。私は嘘は言いません。代わりになる説明は常に存在します。トラウマ、病気、環境放射線、そういうものは全て心に悪影響を与える。ですが約束します、あなたが判断したあなた自身の正体が何であれ、私たちはあなたを受け入れます。はあ、うん、人造人間じゃないが。俺は人造人間じゃない。話は終わりだ。理解しました。これ以上は詮索しません。アカディアはあなたを歓迎します。自由に歩き回ってください。私の共同開発者ファラデーとチェイスに挨拶をお願いします。もし霞に会いたければ、彼女は大抵下で働いています。他に私に話しておきたいことはありますか。特にない。 BOS の一員だ。俺もブラザーフッドオブスティールにいた。人造人間にいろいろ言いたいことがある。どれほど危険な存在であるかとか。私たちは危険な存在ではありません。私たちを利用した者たち、人間と私たちを入れ替わらせようとした者たち、危険なのは奴らです。私たちは穏やかに暮らしたいだけです。自分たちだけで、自分の目で確かめてください。アカディアを歩いてみてください。人々と話してください。私たちは誰にとっても脅威などではありません。うん、様子を見る。さて、様子を見ようか。他に願うことはありません。アカディアにチャンスを与えてください。いつか全人類が我々を受け入れてくれるでしょう。 BOS でさえも。さて、他に用はありますか。んなし。先を急ぐことにする。そうですか。心配していたけど、気分はどうだ。気分はいいです。心配しすぎですよ。お前が心配しなさすぎな気がすることがある。知っての通り、人間、我々は今週転送装置を3つ爆破した。分かった。お前はそこにいろ。今の会話の中で BOS っていうのが、ブラザーフットオブスティールっていうのは初耳なんだけど。でだ、霞を探したいが、下で働いてると言った？この人がファラデ。だからディーマと話したのか。ディーマか。我々がここにいる理由は分かっているはず。協力を検討してくれるよう願っている。ディーマの構想は戦うに値するものだ。うん、人造人間なのか。ということは、お前は人造人間か。その事実を問題視しないことを願う。我々を受け入れないものの手の及ばない安全に暮らせる場所をディーマは苦心して作り出した。彼は全時間と全エネルギーを投げ打って我々を助けようと勤しんでいる。立ち止まって自分のことを考えたりしない。すまなく思う時がある。もしも彼の設備の作動を確認しにここに来なければ。そしてキリコンデンサーの維持管理については言うまでもなく、注意すべきことはいくらでもある。協力を得られるのは幸運だ。そちらの協力を得られるとは、彼は幸運のようだ。ご親切に。どうも。キリコンデンサーってなんだ。キリコンデンサーについて教えてくれないか。ああ、あれか。霧がひどくなる一方だと分かったとき、ディーマと二人で設計した。効果的だけど、射程に限界がある。ディーマが主張したことで、あれをファーハーバーの人々への提供が実現できて嬉しい。コンデンサーなしでは人々は存在できない。あの鉄塔で立ってたやつか。あれで霧をある程度は除去してるんだ。すまない。気にしないでくれ。わかった。で、下に行くか。こっちのドア開いてる。わお。なんか文字が流れてる。これよく見たら英語だ。はこっちから下行けるね。いるのかな、かすみ。
もっと下っぽいが誰かいる。長居するつもりではないと思っていた。普通の人か。多分直に出発する。それが一番だ。アカディアは安全を最大限守ろうとしている。無用な危険を犯したり油断したりすると事態が急速に悪化するかもしれない。安全な居場所がない人造人間がいたら受け入れる。恐れることなく人造人間として生きられるようにしてやる。その定義にお前は当てはまらない。つまりお前は不必要なリスクだ。個人的感情はない。よそ者との接触を最小限にするのは現実的な判断に過ぎん。私に害はないけど、ここの人たちは人造人間たちと共存したがってるのか。害はない。落ち着け。俺は敵ではない。とにかく面倒事は起こすな。はい。ヒューズ、どんどん下行ってみるか。ドアがある。こっちか。うん、電気回路が飛んでる。いた。霞中野、中野霞さん。霞中野か。悪いけど今忙しくて。両親に頼まれたんですよ。両親に頼まれてきた。帰ってきて欲しがってる。二人がなんだって、わざわざ私のために。父と母は、いや、世話をしてくれてたあの人たちは私なんか連れ戻したがらない。真実を知ったら。待て、人造人間っぽいぞ。なんか言ってることが。どういうことだ。どういうことだ。二人の娘じゃない、人造人間よ。ノー。ただ出て行った方が二人にとって楽だと思って。そもそもなんて切り出せばいいの。ずっと嘘をついてたって。本当の娘は死んで私がすり替わったって。実際どうなんだ。困惑しているだけなのでは。霞、思うにあんたは困惑しているだけ。誰だって自分の存在に疑問を持つことはあるが、それも人生の一面だ。心からそれが真実だと願ってる。私が人造人間じゃなかったら問題ないのに。アカディアは私が思っていたようなところではなかった。ただの避難所じゃない。でも真相をつかむまでは立ち去れない。ここまで来て諦めるわけには。自分が誰なのか分からなくなってるのかな。助けを申し出る。問題を抱えているなら力になる。どうすればいい。力になんてなれ。待って、そうよ、あなたいろいろ探すのが得意なんでしょ。それが仕事なんでしょ。だから私を探しているのよね。秘密があると言ったらどうする。大きな秘密。この島に行方不明の子よりずっと重要なことがあるとしたら。話を聞こう。よし、話を聞こう。どこから説明したらいいのか。ディーマが繋がれたコンピューターを見たでしょ。あれは彼の記憶を保存しているか、脳からデータを移してるの。もしかしたらその両方かも。ファラデーからそれを修理するよう頼まれてる。それでほら、好奇心が湧いたのよ。一世紀分の人生経験が入ってるわけだから。その時目にしたのよ、ディーマが作っていたデータモデルを。一つは霧のファーハーバー占領、もう一つは島での核爆発、そして死者数。ディーマは何かを隠すために私たちを歓迎してくれているのかも。もしかしたら島を抹消するという計画をね。我々は真相を突き止めなければな。ディーマが芝居を打っているならその理由を知る必要がある。ディーマが芝居を打ってる。ディーマを信用していない。ディーマを信用していないと。わざわざ彼のために来たのに。彼のためにアカディアに来たんじゃない。この場所が答えだったから来たの。やっと自分の居場所を見つけたの。それをディーマなんかに消されたくないの。うん、助けを申し出る。手伝ってもいいが、やれることは少ない。分かってる、取り組んでるんだけどまだ何もない。ディーマとファラデ、それとチェイスが広間の反対側にある研究所に入っていくのをよく見かける。出てくる時はいつも言い争ってたかのように見えるの。実はあの横には収納スペースがある。
隠れて盗み聞きをするにはぴったりだけど、鍵がかかってるの。ディーマと親しいファラデーのターミナルに入り込もうともしたけど、セキュリティが厳しくて。セキュリティに関してはエキスパートになったし、ニックもいるし、いけるんじゃないか。ターミナルをハッキングしようにしてみようか。ハッキングなら経験がある、やってみよう。自信があるなら頑張って。何か見つかったら教えて。次から次に事件か、楽じゃないな。オプションが結構できた。コブかしら。物資が届くといつも彼が運んでいるし、まあ、いずれかの手法で情報をかき集めてみると。それじゃあ今回ここまでにしようかな。霞は見つけたけど、まあ、ちょっと自分が誰だか分かんなくなってる状態で、ディーマってのがいて、小屋手に入ったりして、サブクエストが結構あるんだけど、この辺はまあいくつかは動画外でやるとして、この辺も少し自分で整備しとこう。それじゃあ今回はここまでで。顔がはい、ご視聴ありがとうございました。